はい、皆さんどうもこんにちは、広島カップレーダーです。今日の広島カップレーダーですね、毎日ハイボールシリーズ。毎日ハイボールシリーズはこれまで広島のカップレーダーで紹介してきたウイスキーを8月だけですがハイボールにしてるので再度ご紹介する、そんなシリーズとなっています。今日の毎日ハイボールで飲むウイスキーはこちら、じゃん、響きブロッサムハーモニー。こちらはですね、ジャパニーズシングルモルトウイスキーとなっています。中身のボトルはね、このようなボトルとなっています。響きブロッサムハーモニーは2021年5月25日に発売されました。響きの主な構成原酒をベースにブランド初となる桜樽で硬熟させた桜樽フィニッシュ原酒をブレンドしました。桜樽由来の花を思わせる華やかな香りとまろやかで調和の取れた味わい、爽やかさを感じさせる豊かな余韻のハーモニーが特徴です、ということですね。まあ、こちらはですね、私のおじさんからいただいたボトルになるんですが、わざわざね、ある酒屋さんに発売日にね、並んで買ってくれました。本当にね、ありがとうございます。このボトルはですね、3万本限定発売ということなんですが、全然売ってないですね。私もね、いろんな酒屋さんだったりスーパーだったりを探し回ったんですが、どこにも売ってないですね。値札だけ1回だけ見ました。それ以外はね、見てないです。もう少しね、手に入りやすいようにしてほしいですね。サントリーさん、なんとかね、お願いします。こちらですね、価格は8000円、容量は 700ml、 アルコール度数は43度となっています。早速ね、今日はこちらの響きブロッサムハーモニーをね、ハイボールにして飲んでみたいと思います。はい、それではですね、早速いただきたいと思います。皆さん今日も一日お疲れ様でした。おいしい。すごいね、香りはなんか桜というよりは花の蜜の香りがねしますね。とってもフローラル、桜餅感をちょっと期待していたんですが、桜餅じゃない、なんかこう花の香りが結構強いですね。結構ね、こうミント系の香りもあるんですよね。全体的にはね、爽やかな香りです。味わいなんですが、こうライトテイストの飲み口なんですが、こう軽くもね、重くもない、ちょうどいい飲み口なんですよ。桜だるというよりは結構ね、水なら感も出ますね。ハイボールにするとストレートだとそう桜感が出てたんですが、ハイボールにするとね、こう水なら感が強く出ますね。そしてね、やっぱり麦芽の甘さとグレーンの甘さなんでしょうね。これはね、ちょうどいいね、甘さのハイボールになります。樽のビター感もね、要因にあって、すごくね、バランスがいいですね。すごいね、さっぱりしたハイボールになるんですが、ハイボールよりは私はストレートで飲む方がやっぱり美味しいなと感じるウイスキーですね。やっぱりね、桜樽って個性がかなり強いので、飲み手を選ぶかもしれないですね。いや、今回ね、この響きブロッサムハーモニー、結構なレアウイスキーを、ね、ハイボールにして飲ませていただいたんですが、やはりね、まだまだこういうレアなウイスキーをね、ハイボールにして飲んだりすると、さまざまなね、ご意見をいただくことがありますが、私はですね、ブレンダーの方に敬意を表して、最初はね、ストレートで飲むんですが、あとはね、好きな飲み方で飲んでいいと思っています。皆さんもね、ぜひ自分が美味しいと思う飲み方でウイスキーは飲んでくださいね。それが一番ウイスキーのね、喜ぶ飲み方だと思います。ということですね、今日の広島カップレーダーはジャパニーズウイスキー3万本限定の激レアウイスキー、響きブロッサムハーモニーのハイボールをご紹介させていただきました。ではまた。